好きな飲み物はもちろんブラックコーヒーだ。イエスかノーか。ノー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 絶対こうなると思ったスクラム組んで突撃していくそういうことボタンは基本無視でいいやんバイ看板知るかせーのファンタなんか今違う人いたじゃあ赤い野菜いきますはいはいいきます、はい、赤い野菜といえばせーのトマトおおあった全然嬉しくない全然嬉しくない全然嬉しくないじゃあまあ一致団結したっていうことでここで仲間が深まりました、はい、同期のいや今更かしぶしぶみたいな感じじゃあ新人たち先へ行きなさいなんか、ね、はいやったー道が開いたぞー、お次のストーリーその1、はい、連れてこられた博士はいボタンありますねこれボタンを押した方がいい、うん、いいんじゃないかな、うん、押した方がいいです、うん、はいあじゃあ押しまーすはーいはーいおっしゃ出たアイクサイ博士ここは一体点点点ここはブラックダウン本部だ博士最近暴れ回ってるやつらかあいい、ね、そんなことどうだっていいアイクシュタイン博士お前は今日からブラック団のゾンビ研究チームに加わてもらうあやばいゴジいやいやいや何を勝手なてんてんてんアイクさんっぽい反抗的な態度を取るとどうなるかちょっと新人研修に付き合ってもらおうか、何をする気だやめろというわけでワープしたまたあ違うか動けるようになった今のは回答シーンみたいな感じですね、はい、なるほどアイク博士がピンチですねこれアイクシュタイン博士で、うん、加わってもらうはいいのかな加わってもらえばいいよこれもうやめろそれ、うん、進めるこれあ進めるね人のミスをほじくるね、はい、またおるやんあいつあいつこれはこれが順路かなここでボタンとチェスト、うん、チェスト何入ってますおチェストはね弓、うん、と矢が5本じゃあボタン押しましょうかうんうんはい、じゃあソラさん、どうぞ、はい、どうぞ、勝ち、博士に当てんようにな、はっはっはあー、そういうこと振り返って射的をしろといや、クミさんやね、これはこれはクミさんクミさんが、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ここにね、金の貫圧板もあるあこれなんだろう、うん、あじゃあ俺押そう先に、うんはい、始まったのか編集その3、射撃訓練ということでじゃあ、クミさんにアイクシュタイン博士に当てないように、うん、多分矢でスイッチを押せってことでしょうねどれよどこのスイッチをえどれでもいいんじゃないのなんか書いてあるなスコープになんか書いてあるとかやなあれ見えないね見えんとかいなあれは多分ね次の仕掛けじゃないかなあそういうことさあ謎解けその上これはなんかあほんまやでもわーあーあっつくっそ痛い痛い3人被害に遭っているそういうことね外れだよく狙って打てということで罰ゲームのようでしたね今のはね、うん、あ、はい、今クミさん何言った黒赤かさあどれが当たりなのか惜しい。いや無限大丈夫さっき5本入ったねうんバーボおーお前やるクミさん当ててくれこれさこれ矢なくなったら罪これ上から降ってくるからね。きっとめくれると思うよ。そういうめたいことを言うな。あ、そうそう。これも使ってもらって。うん。ボタンが違う。ボタンが違う。お。あ、お。正解だ。なんで正解の？色関係ないのかな。ブラックダウンだから。あ、そういうことか。すごい。あちゃみさん正解。試しにもう一個の黒やってみますか。うん。あ、本当は左上にもある。久美さん、お願いします。おお。次の訓練だ。お、すごい。足を登れ。すんなりいったね。やっぱ首うまいな。ナイス久美さん。忘れ担当。え、手任せ。忘れ担当。どこから登るの？こっちと。登れるとこある。あ、そこ道があるのか。はいはいはい。順調だな。なるほど。登れるようになったんや。で、その次何書いてある？これ、あなたの心を優しく包みます。心って書きたかったと思うんだけど、心じゃないか。やっちまったやっちまったやっちまったよやっちまったごめんごめんごめんなかったことになかったことに
コロロはあの真ん中に甘いクリームが入ってるなかったことにしてください。それコロロやからコロロヤッピーさんちゃんと写しとってよ。ここはい写します。はい写します。やめろ。はい写します。あとあとでツイートしとってこれコロロがね。コロロの仲間かと思っちゃったよ。何何何ああった。これボタンは押さなくていいの？ボタン押して。うん。あそうだ。団長の声が聞こえるとこからか。近くなんでね。うん、じゃあコロロ押してあげよう。じゃあワトさん、あしゃめさん。じゃああしゃめさんお願いします。この流れでこのボタンを。はい。頭脳明晰、運動神経抜群、恐ろしく仕事ができそうな男が笑っているポスターがある。確かに。どこだ？確かに。あコロロ。でもな。コロロ。頭脳明晰って言うけどさ、コロロだからもう大丈夫。最悪。最悪だ。多分ね今団長髪だけじゃなくて、ね。わからない。でもこれもしかしたら後々の伏線かもしれない。コロロ。きっとねあの髪の毛とね肌の境界線なくなってる。仕事が恐ろしくこうあれ。いいからさっさと行きなさいよ。早くそんなにしてないで。急に天の声したぞ。早く。あ行きますねじゃあ。はい。行こう行こう行こう。これみんな行かない行かない行かんと。いやどうなんだろうね。とりあえずついてきるけど。お頑張ってる頑張ってる。これいいじゃん。やっぱりソーラさんが落ちた。これ何も押さなくて大丈夫なんだろう。当たり判定。あもう絶対怪しいもん。これ超行きたくない。どうした？ちゃんと見た。早く。感圧板があります。ほっ。大丈夫ほら。ほら大丈夫。これ一気に来た。止まってると落ちちゃうから。うまいね。ああ嘘。最後一発絶対怪しい。ああほら。ほら。ほら絶対来ると思った。押されるんだよね、うん、あ、ジャンプするんだ。わざ、もう一枚、もう一枚。あー、また落ちた。それ踏むよ。でもそのはしごは簡単だから、うん、クミさん、このね、松明のラインだわ、松明のライン。あ、松明のところなんかあるってことね。ナイスやん。なになになに、そこそこ、そこ、そこジャンプ、そこジャンプ。ここあ、そこか。そこジャンプやな、コントロールジャンプやな。そうだね、コントロールジャンプやな。俺下から CG 出すわ。行きたくない、ただ行きたくないだけ。ただ行きたくないだけ、ね、この人チームだからコロロを一つにみんなコロロを一つにしようぜ。やべコロロを一つに絶対笑ってるこれ今コロロコロロ禁止。もうコロロ忘れて飛び越えればいいんじゃないよ。ナイスだよ。あっこっちもか。あのね木じゃないな、一マスごとか。松明と松明の間。オッケー、取った取った取った。ナイス。ほいほいほい。みんなクリアするボタンってなるから、これ押すと多分ワープするんじゃないかな。あ、来た。ほら。ここ呼んでくれなかった。さすが隙間担当。さすが隙間担当。はい、俺隙間担当。はい、カバン。先週その後、過去最後、ブラックの部屋、ここで黒になれろ。だそうですよ。なれろ。黒になれろ。来ますか。はい。わあ、真っ暗の部屋がある。さあ真っ暗だ。ここは謎解きですよ。わかったぞ。これはね、明るさこれはね、あのほら黒のまたわあすごい部屋テストが仕込んであるんだよ。この羊毛ブロックじゃない黒があるんだよ。ちょっとヒントを出します。あるんですよ。そう絶対シュルカー。ヒントはそうシュルカーっていう風にミスリードさせて、うん、シュルカーではありません。なさそうな気がする。やっとあ壊すっちゃな。壊せる？壊せません。アドベンチャーだからね。あ、黒いボタンだわ。あった？あ、あ、違うわ。あ、違った。に、木のところですよ。木ってこの入り口やろ？そうそうそう。この隙間から向こうの。え、木のとこよく見たらコロロって書いてないかな？やめろ。なんか見つけたらしいよ。わかったわかった。見つけられた。上ね。まだ。上ね。開いた。よく見つけ、ほうよく見つけたのはこの先はラボだ進めということで。開いたわ。なるほど。コロロのくせにやるじゃねえか。コロロって言うな。お、ボスがいた。ストーリーその2、団長と社長。これまた押すと。あ、じゃあ押しまーす。社長なんだ。はい、どうぞ。博士の様子はどう？はい、最初こそ抵抗したものの、元からの事なかれ主義もな性格もあり、今は協力的なようです。うん、そう、新人たちの様子はどうかしら。なんで社長ちょっとお姉なんだろう。お姉な。A、頭が悪そうな新人たちでしたが、根性ありそうです。まだ男かもわかんないから。コロロに言われたくねえな。そう、早く研究を完成させてちょうだい。母ということで先に進むそうですね。お姉かこの人。いやまだ男か女わかんないですよ。
次、ブラックダンラボ入り口に罠あります、ハートってことでないやつだこれ、行くぞ、くそ、よく見抜いたな、肩なんて罠なんてないんだな、まあ、知ってたから、騙されてないから、騙されてよがり、なんでわかった待って待って、これ入り口のために押した方がいいな、本当だ本当だ、これはこっち、やあ新人、俺はサボり中だ、ここがメインラボですね、仕事しろや、こいつやな、あーこいつのセリフか、なるほど、ラボに入りましたね、お釜があって、あれ団長生首がモデル団長首が苦労します、こっち、研究員ゾンビから緑の色素を抽出する研究をしています、それは役立ちそうだ、なるほど、じゃあこっちの人も読みますよ、一個ずつやってみましょう、はい、博士が来てから研究が一気に進んだよ、あもう協力してるんだね、うん、じゃあ今度はこっちの人、うん、この人、はい、行きます、こっち、社長と団長では社長の方が偉いらしい、あヒントっぽいこと言ってる、他にはこの人かな、はい、うん、この上が社長室さ、ほら監視窓があるだろ、あ本当だ、監視あるあるある、上にこっち側から見て、あ本当だ、おあるね、これかあるある、一通り読んだから、うん、次はじゃあどれ押す、ダイヤのボタン、うん、うん、見れる？うん、うん、どうぞお願いします、はい、ガチャ、ほい、ゾンビトロッコの試運転中、試運転中、こっちやな、あれゾンビトロッコ、あ、でそっち行くのか、なるほど、乗るとこありそうかな、あ、わー、そういう、あれ？アイク博士、アイクシュタイン博士が捕まっている、あ、いい、そして金のカーブがある、アイクシュタインさん捕まってる、やばい、じゃあこれ誰かまた踏んでもらって、捕まってます、落ちるんやな、じゃあ、ボンさんお願いします、プレイ、おお、こっちだ、新人か、もう誰でもいい、助けてくれ研究室に隠しスイッチがあるはずだ、探して押してきてくれ、研究室、じゃあ戻る、隠しスイッチね、でもあれね、絶対トモさんの首のところが怪しくない、どっかにスイッチが隠れてるのね、どこだろう、下の方かな、足元かな、あれこれ線路上がれるけどいいのかな、ち透明ブロックとかで塞がれてない、一応見てきてくださいじゃ、ミスですねこれは、見てきます、うん、もう助けれるよねボタンあそういうことで、ボタン押さなくてもいけるんじゃないか、ミスだな、トロッコに乗れちゃうんだけど、乗ってほしいな、トロさん乗ってみてください、大丈夫、押しましょうか、あ燃えた、あ燃えたなんで燃えるんだろう、違うのかな、じゃあこれは、あーソラさんがゴンガに焼けちゃったなんで燃えるんだろう、違ったのかこれはそうか、じゃあこの試運転がまだできてないってことかな、トロッコ動いてないから、ここはゾンビが本当は走ってるんですよ、うん、隠し要素ちょっとバグっちゃったみたい、本当はゾンビがここぐるぐる走ってる、うん、探しますか、うん、まあシンプルに隙間ちょっと探してみる、うん、ちょいちょいね、かまどがあるからね、かまどの下とか怪しいか、黒いところシュルカーとかなってないしれっとね、この辺でありそうでね、シュルカー ね、バケツがあったやん、バケツ、バケツ関係あんのかな、バケツ今だってスイッチ探せたら入れ込んだらいいじゃない、水含んで、あ、ん、え、ソラさん何した今、あ水汲めてる、ソラさんが、あ水汲んだら、これが引っ込んだ、あ、あったあった。ここにアドバイスじゃないむしろ。本当だ。本当だ。すごいマトさんすごい。やるよマトさんやるやる。やるやる。鉄柵が壊れる音、鉄柵が壊れる音がした。でも今戻ると危ない気がするので、このメッセージを読む終えるまで動かないでいようと思ったが、やっぱり博士の元に戻ることにした。時間を20秒無駄にした。いったもう無駄にしたよ、俺行ったよ、いいでしょ、カンパス入れて行ったよ、もう何の負けず嫌い、じゃあ行こう、ここの柵が壊れました、次、はい、バステンさんこれは、はい、助けないを選ぶと面白いかも、ペロ、よし、いい、もう助けんよ、余裕で余裕アイクさんだから、じゃあアイクシュタイン博士に何の恨みがヨッピーさん、ちょっといいアングルで、そうですね、はい、じゃあワトさん押してみて行くよ、いいよ、チュン、わー溶岩こぼれてきたー、アイクファイヤー、やばいやばい、アイクファイヤー、あなんでそん中に入るの、あーヤンも降ってきた、わーすげ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 ー、アイクアロー
いいやん。燃えとる、燃えとる。悪いこれ。これでも。これでもこれやん。優しさを感じるやん。ちょっと最後までポンやん。はい。けえ、ひどいやつめ、燃えてしまえ、アイクファイヤー。アイクファイヤーっていう技できた。そんな魔法使えない。なんでその技を。じゃあ、助けるも押しますよ。はーい。はい。こっち。ふ、なんとか助かった。ん、誰かと思ったら君たちか。あいつら急に博士の用が済んだと言ってきて、こんな暑い場所に縛りつけて危うく火傷するとこだった。こんな馬鹿げた研究潰してしまおう。この上が社長室だ。親玉をとっ捕まえよう。手伝ってくれ。うん、なるほどね。うん、はいはいはい。お、すごい。上まで行きましょう。はい、じゃあ上行きまーす。おーい。まだおるこいつ。社長室に来た。こいつ。アイクシャイヤ博士。質問は、いよいよ社長室だ。準備はいいか、はいかいいえ。うん、これも。ちょ、忘れた、こっち来て。はいはい。読んで、こ両方読んで。あ、ほんとだ。はいとペロって書いてある。ペロなんだ。たく押させようとしようやんぞ。ねえねえ、じゃあもう。1ペロチ、1ペロ。ブラック団社長兼 CEO の部屋ってこれ。書いてあるけど。あ、開くんだ。じゃあ、とりあえず、まあでも、言うてもあれですよ。やっぱり、あの、助けなきゃいけないんだけども、ペロも気になるから。いいね。誰かペロ押してみよう。ペロ押すわ。はい、押します。はい。は？俺が払う。俺らが払う。あ、これだけ。これか、これか。あの、滑るかもって心配してたやつは、これか。じゃあ、はい、押します。押しますか。はい、はい、押します。はい。よし、進め。よし、進め。どっちでもいいやん。結局、カーツマフ押せば入れるんだ。別に押さなくてもよかったやつだ。いや、はい、で、これ、社長のバイク。あ、バイク、なるほど。バイクに見立てた、このオブジェクトがあると。はい。そして、何があるか、あとは。応接部屋的なね。社長の剣。あ、歴代ともちゃん剣がいっぱい。はい。で、パソコンの横に。FF14 ハイプレイ中。あれクミさんいな、あ、クミさん、あれクミさん。え、クミさんどこ？そういうこと？あれクミさんどこ？行っちゃったかな？クミさん行っちゃったかな？あー、オッケー、分かった、なんかそんな。あー、パソコンの中。そうか、クミさんだから FF14 でハイプレイ中ってことだ。じゃあ他になんか謎解かないといけないんだ。本当だ。跳躍力上昇のポーションがある。なんかあれ、1分30秒飲んでいいとかな。取るよ俺。うん。一応持っとこう、俺もじゃあ。メロンソーダが好きな。俺メロンソーダって書いてあるよ。うん。あ、そっか、クミさんが好きだって。クミさん。うん。壁画が、壁画っていう絵画。このさっきの監視されてるとこね。で、押していいのかな？これを。どうぞ、じゃあ、バッセイさん。寝る？あ、じゃあ押しまーす。はーい。こっち。まさか博士を助けに来るとはね。ブラックダウン社長組、あ、クミさんが悪だった。まさか新人に紛れてここまで潜入されるのか見なかったわ。でも、残念ながら私たちの研究は完成したわ。ゾンビから緑の色素を抽出して無限にメロンソーダを生成できるようになった。これでもわざわざカラオケやファミレスに行かなくてもメロンソーダがいつでも飲める。ブラックダウンがメロンソーダ市場を独占する日が実現する。あんたたちに我々の野望は邪魔させない。ここで死んでもらいましょう。あー、ゾンビいっぱい出てきた。来た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 。おいたいたいた。ブラックダウン来たぞ、ブラックダウンが。で、さっきのあの飾ってた剣使えないの？おお。なるほど。とりあえずそこに逃げようって書いてある。うん。あ、とりあえずそこに逃げ。本当だ。どこどこどこ。こっち倒せないようになってんのか。こっちの部屋やないと。どこに逃げんのこれ。これ剣使えるじゃない？そこ。ほらほら、取れる取れる。あ、取れる取れる。逃げるじゃないかな。死もやられる。探してくるわ。うん。そこってどこだろう。きっと隠しがあるのかな。あの絵画の向こうに。あ、かなんかあるんかね。うん。あ、あった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 。通るで通る。すごい。ここ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 。ね。ああ。なんか来た。そうそうそう、ここここここ。ああ。降りていいのかな。でもこれ降りるしかない。降りていっちゃうの。降りるか、降りよう。いた、戦われた。あ、ゾンビも降りてきた。あ、なんかいる。頭さん降るよ。本当だ。なんかいるって言った。なんかいる。あ、いるやん。団長だ。これは、あ、ボタンがある。
怖っ。僕がこのボタンを押します。待て、もう待たせてるけど。我々の秘密を知られた以上逃しはしない。部下の力を。うわ、またゾンビ来た。うそー、行け。弱い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 、行け。弱いって言うなし、行け。弱い。あ、弱い弱い。弱い弱い。くそ、これ団長ごと殴ったことじゃないか。メロンソーダの力をここで使うときやった。くそ、メロンソーダ。ただ飛んでるだけだよ、メロンソーダ。剣持ち頑張って、剣持ち。弱っ。頑張って、剣持ち。倒した倒した倒した。あれ、あれもか、あれもか。くそ、これもか。消えた。あ、消えた。なんだその力は。階段を上がろう。登るところがある。そういえば研究員の間で噂があって、待ってね、さっき逃げてきた社長室にはもう一箇所隠し出口があるらしい。ほうほう。なるほど、じゃあ社長室に戻って隠し出口とやらを探しましょう、うん、じゃあこっちから、あ、そっちから、この螺旋階段を上がって、うん、うん、入ります。ほい。あ、ここに出てくんだ。いい作りでしょ。ああ、なるほどね。ここ、はいはいはい、うん、じゃあ入って隠し出口、隠し出口を探せと。できた。壁？壁じゃない。あ、あった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 。あったね。どこどこ？あ、本当だ、すごいすごい。ここか、通ると。お？出た？あ、出た出た出た。お。さっきの建物の上に。本当だ、かまぼこの上だ。あ、はいはい、上来て上来て、なんかあります。当たった。エメラルド押すのかな。グヌー、ここまで追ってきたのか、仕方ない。なんか出た。私が相手しよう。おー、ボス来た。いけ、団長。弱っ。ボスや。剣があると強い。剣が強い。剣が強いよ。やったー。はい、団長がやられるなんて。社長来た。社長来た。めっちゃ俺を狙ってくる。おねえ言葉の社長来たぞ。これ社長頑張れ。やばい、待って、みんな何も躊躇ないの、クミさんだよ。ワトさんに強いね、やっぱ団長と違って社長は強いね。うるせえわ。ワトさんにやられた。助けたー。ワトさん、なんか鍵みたいに拾ったんじゃない。うわ、でかい、なにこれ。あ、まだジャイアントともちゃんゾンビ来た。動かないよこれ。倒さなきゃいけないよ、だってあの HP ゲージ出てるもん。ほんとだ。倒す、倒せねー。弱っ。うどのタイプ攻撃してこん。ほら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 。頑張れみんな。はっ。落とせ。はっ。はっ。やったー。オッケー。メロンソーダ史上独占の野望が男女クリア。それは全然やってくれて構わない。脱出っていうか、最後 RPG みたいにボス倒して終わったぞ。クリアおめでとう。やったー。以上でした、かまぼこダンジョン3、はい、よくできてるじゃないですか。うん、すごい、なかなかでした。これはまた第2弾もね。そうだね、ちょっと反省点はあるんだけど、ちょっと待ってね、クミさんこっちに飛ばすわ。クミさんグルだったとは、ね、クミさんグルだと思わなかった。知ってたんすか。これ誰か喋る人だったら絶対違和感で気づいてた。打ち合わせしてた。あ、そうなんだ。なるほど。あ、だからあれ、なんかみんなで答え合わせた時もクミさん、あ、そういうわけじゃない。あ、それは単純にクミさんいたらテンポ悪くなっちゃうから。そこはそう。あ、そうだ、そうなんだ。そう、でも実はクミさんがほぼほぼなんか謎は解いてた。あ、そういうこと？隙間とか。途中経過は知らなかったんでしょ、でも。最終でクミさんと。そう、最後にクミさんに。うん。緑の液体を抽出してメロンソーダを作ろうっていう。なるほどね。最初はあのバイクですぐみんな気づくかなと思ったんだよね。あ、社長のバイクってこういうことね。そっかそっか。俺黒で女区長はちょっともう濃いかなと思ってた。あ、そうなん。うん、そうで、ブラック団っていう時点でバレるよってクミさんには言われたんだけど、ブラック団だけでは分かんなかった。あ、ブラック団だけだったら、うん、トモさんのハルグロさんのイメージの方が、うん、やかましいわ。あ、面白かった。難易度どうでした。上隙間は初でしたね、あれは。ね、あれ、たまたま思いついた、あれ。あ、黒いとこ、あれはあり。あ、そうそう、黒の部屋。うん、あと、なんちゃって、団長のドロップと社長のドロップがちょっとネタになってるんだよね。ドロップ誰か取ったかな。多分ね、バーステンさんが団長、社長のドロップかな。
持ってるのは、あ、本当だ、弓がウルティマラティオヘカード2。剣はこれ、これ剣はトモちゃん剣、トモちゃん剣なんだよね、団長が落とすのが。ちょっと、あ、面白かったコロロが一番面白い。いや、コロロマジでやらかした。コロロやっちったなぁ。心のどこかでちょっと食べたいなっていうのがあったら帰ってくださいサムネのとこ。コロロやってしまった、本当にコロロだけはもうこの後すぐ消しに行きます。もう使わないけど、ここ使わないならいいんじゃない。おじちゃんがちゃんと取ってるから、うん、くそコロロなぁ。